本日はお暑い中を、またお盆前のお忙しい中を、このように各も多くの方々にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。おかげさまで、この第一四半期、今までの過去2007年の3月に最高益を出したわけなんですけれども、その時の第4クォーターに次ぐ、第1クォーターとしては過去の最高益を今回出させていただくことができました。その原因は温めていたその新しい取り組みであるその 中期 の、 そのリプランニングの再生事業、これがその商品として出口を迎えさせていただいたということがその大きな原因を成しております。この商品はこれからも1年に1個ぐらいこのような中核になるようなものを提供させていただけるのではないかなと思っておりますけれども、またそのあたりは後ほど詳しくご説明させていただきたいと存じます。好決算のをいただくことができたわけですけれども、こういったそのどちらかというと EU の問題やまた中国の問題等ございますけれども、市場そのものは平穏な感じがいたしております。そういった時こそが最も実は恐れるべき時だということも今までの経験則の中からも認識をいたしておりまして、こういった時こそその油断やまた慢心というようなことを慎まなければいけないと思っております。そのようなことを迎えながら今年1年をこれからも頑張ってまいりたく存じます。市場に大きな変化は起きていないなという印象を持っておりますけれども、オフィス事業そのものは今まで通り その展開で、社員総合が各部門の力を持ち寄って付加価値の高い商品を創造的にお客様視点で作り上げる、テナント様視点でその連鎖複合型で価値を上乗せして作っていくというこのビジネス、これをさらに進化をさせていただくように努めてまいります。またホテル事業ですけれども、これも予想以上にですね、実は進捗いたしております。さらに海外事業につきましても、今、ベトナムで4号案件が決まります。さらに、ジャカルタにおいても3号案件が決まっていくというような形で、順調に推移していると判断いたしております。未来へ向けて現業を強くするということ、そして可能性の翼を広げるべく、新しい分野に挑戦をしていくということで、今一歩一歩着実に前進しているかなというのが昨今の状態でございます。はい、いつものようにサイトの方から業績の報告をさせていただき、私の方から今取り組み中の進捗状況をお話しさせていただきたいと存じます。